こんにちは店売王堀秀夫です、えー、今日はですね、簡単で、えー、稼げるアルバイトということで、えー、背取りをご紹介します。背取りの始め方です。えー、今日ですね、えー、2月13日、えー、深い話で美味しいアルバイトスペシャルっていうのをやります。それでですね、いろいろ紹介されている中で、 セドリも紹介されてるんですけどこれをあの青山さんってですね今転売塾で一緒の方が、えー、取材を受けてこのつばセさんにセドリのやり方を教えてますもう月10万稼ぐんで一番簡単でリスクがないっていう方法だったらまあやっぱりセドリいいんじゃないかなと思いますのでまあ簡単にやり方をご紹介しますまずですね 使うのはアマゾン .com なんですけど、もうほとんど売るっていうかですね、買おうと思って間違えたボタンを押したら売れちゃったという感覚でできちゃいます。例えば、この本を持ってるとします。これね、深い話で出てきますけど。で、こう、え、これ買うのどこ音を押すんだなんだこれ。マーケットプレイスに出品する。押します。 コンディション説明なんか適当にこう、コンディション説明かって入れていくとですね、値段はこれ、あの最低額に合わせとけばいいです。あれえ、これ買ったんじゃないの実はこれ出品されちゃいました、えー。売るのに必要なのはこれだけです。で、これでもう出品されまして、 もともと登録してあるっていう前提でやってますけど、Amazon 使っている人だったら、えー、売り出しますかっていうのでワンクリック増えるぐらいですね。で、売れるとこういうメールが届きます。ちなみにこの本はですね、1円で買った本ですけど、読み終わって、えー、高く売り出しといたらいつの間にか売れました。5580円。 1>, 1円が5,580円ですか。5,580倍ですよね、えー。すごいもんですで。このメールが来た時にはですね、もうお金入ってますんで、あとはマトのメール便でも使って送るだけです。えー、入金、売り上げでですね、ヤフーオークみたく、えー、連絡やり取りしてお金振り込んでもらったり、そういうの一切なしです。もうただ、メールが来たら送るだけ。これだけですね。 で大体ちなみに2週間に1回入金になりまして、まあ、私は本だけじゃなくてガイガーカウンターとかも売ってるんですけど、まあ、540万だから月300万ぐらいですかね、まあ、これぐらいは別にそんなに、えー、時間を費やさなくても入ってくるようになりますまあねこれ買って売ってるんですけど家にある本とか DVDCD を売るだけでも、まあ、大体月10万ぐらいだったら普通に簡単になりますんで、えー、試してみてはいかがでしょうか 細かい発想の方法とかですね、えー、全部一通り売ったけど何買おうかなとか、そういうのはですね、えー、メールマガジン、無料のメールマガジンに登録していただければ、えー、情報を流してますし、えー、情報来ないよと、えー、これどうするのっていう質問があったらですね、えー、具体的に質問していただければ、えー、こういう動画を使ったりとか、あとお答えできるものはお答えしてきますんで、えー、よかったら登録してみてください。えー、簡単にできるアルバイト。 え不要費を買変えるえ制度へのやり方ですねえ。以上、転売を堀秀夫でした。